Radio Kansai Clip Clip AM558 FM911 Clip Wednesday Today's Personality Watanabe Flower Watanabe Flower Welcome to Clip 僕ってさ、わがまま？はい、この始まり方、最悪。嘘？はい、もうわがまま出てる？出まくってる、もしかして。はい、誰やねんですから。僕じゃないよ。誰よ。僕やん。いや、 僕です。僕って誰ですか？そして僕も誰ですか？誰？ちゃんと言わない。なんかさ、わがままやなって思うわな、最近自分のこと。余計にな、なりそびれた。なんかね、経験を積めば積むほど、年を取れば取るほどに、はい、こうわがままになっていくっていうのは感じてますね。あの、僕のこう親父とかおかんとか、はい、おじいちゃんおばあちゃんも年取ればなんかどんどん自分のことわがままになって、こいつなんでわがままにとんねんと思ってたんですけど、はい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 、あんなに言うおばあちゃんだったのに、なんでこんなわがままを言うんだと思ったら分かって、あの、寿命というか自分のこうゴールが見えてくると、好きなことせなあかんって思うねん。そうやな、なるほどね。やっぱり限られた時間だからね。そう、はいはい、でだから、だからなるべくしてわがままになってると、許して。はいはいはい。私を、はい、私を許して、はいはい、思ってるわけですよ。だ、本当はごめんなと思ってるんだけど、はいはい、わがままやらせてもらおうかなと思って、行き着いたのが、クリップです。どういうことやの？どういうことやの？外のスタッフ全員そうなんて思ってますよ。ほんまに分からへん。ただでさえ緊張してるのにトリッキーな入り方せんといてくれ。やめてくれ。普通に始めようや。これから始まっていくぞっていう番組やのに、なんで自分の終わりの話されなあかんの。違う。開けて閉めんの早すぎるやろ。違う。ちゃんとやろうや。あんで、あんで、もうラジオ関西。名乗ろうぜ。ラジオ関西でもう僕ら何年やっならしてもらってるかという話ですよ。誰な、はいはい。僕ですけど。誰なまあでも言うてももう10年以上じゃないですか。でも、おそら10年じゃ聞かへんよ。そんな番組、はい。10年じゃ聞かへんよ、そんなもん。だって、ね、あの時部長やった人は局長になりとか、はい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 、そういう風になってますから、そうね。どんどんいろんな人の入れ替えがあったり、若い子が部長になったりとか、はいはい、そうなんで、もう僕だからずっと言ってるんですよ。もうラジオ関西に席があってもおかしくないと。はい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 、デスクをくれと、はいはい、でももらっても何もでやることないねんけど、そう、ね、ほんまあかんよ、ね、マイクの前でしか僕は役に立ちませんが、そうやな、はい、それでもこういろんなこうずっといろんなずっと途切れることなくですよ、番組が、はい、ずっとやらせてもらって、ね、気づいたのがこの水曜日クリップですよ。そう、はい、ありがとうございます。むっちゃ簡単に言うと日曜日の枠を追い出されたんじゃないかという説もあるんですけど、一説によるとね、一説違う、もう昇格、昇格、お3時間ですよ生放送、すごいよ。ありがとうございます。もう諦めてたもん。諦めてたんや。僕もう、ね、もう生はもうないと、生はもらえねえ。あ、そうそうそう、もう、ね、でもそれでもなんかラジオ関西のなんかこうねずっとやらせてもらってるから役に立ちたいなと思ってました、はいはい、でやっていこうと思ったら生放送ですよ。はいはい、ありがとうございます。ほらありがたいですよ。ありがたい。で、僕の今まで見てきたラジオ関西の話していいですか。誰なん僕のって。はよ言うて、言えんくなるで。あのね、はい、もう正直いろんな局でいろんな番組をやらせてもらいました、はい、で局のその体制とかも自分で肌で感じてました、うん、なるほど、ここはこういう局やな、特色がね、そうあるんですよ、うん、いろいろラジオ関西は優しい。おほんまに優しいんです。一番ええやんか。特に弱き者に優しい。あ一番ええやん。かっこいいですよ。ヒーローの立ち方や。そうやね。アンパンマンが見習うとこくらいですよ。本番にも。アンパンマンのアンパンマンが見習う。愛と勇気のアンパンマンが。あ、そうですか。すげえな。痛い。ごめん。ちょっと久しぶりに興奮して、久しぶりに大きいスタジオ来て、ちょっと生放送のスタジオの車幅分かってへんよ。人も多いしね。すいません、今日人多いよ。うわつく多いですよ。人多いですよ。うわついてますよ。そう、偉い人も見に来てます。本当に。そうそう、森さんが見に来てますから。偉い人、偉い人なんかな。そう、勘弁してほしい。でちょっと偉くなった安田さんも見に来てますから、はい、偉くなったとかなんか言い方が嫌やな。いやいや、ほんまにもっと若い頃からしてる方がこうどんどん役者ついて、長くね、やらせていただいてますからね。ほんで、まあそう、話戻ります。優しい。でね、ほんで僕ね、
ここでちょっと一個いいですか、うん、はい、青木も来ましたから、営業局長の青木も来ましたから、ね、登場人物多いね自己紹介まだやね外の人ばっか名乗ってるから局員ばっかり、ね、P の井倉さんも今、いやなんかスタジオ前来たら名乗ってもらえると思ってるからみんな寄せてるの俺も名前言われたいって人が集まってるのそう、はいはいはい、でその水曜日グループですよ、はいはい、でディレクター藤井さん、はい、ね、で松尾が久しぶりやね、一緒にやるの、ミキサーね、よろしくお願いします、一緒にやるので、あの作家の迫田君、はい、作家さんがいる、作家さんもいる、嬉しい、こんな贅沢な状況でいらっしゃる、もう僕らやな、もうほんまはもう、はい、ほっとかれてるもうやつやらやんで、僕らみたいなもんは、はい、それをこんな好待遇で、はい、こうやってやらせてもらってること自体がありがたい中でですよ、はい、中で最近見た名言の話していいですか、今から、そうですか、うん、ジョニー・デップ、おジョニー・デップの名言がすごいですよ、かっこええわ、ジョニー・デップが言った名言今から言います、はい、君が10のわがままを言ったら、うん、僕は11の優しさで包むよ、ほう、僕は今日からラジオ関西をジョニー・デップと呼びます、うん、はい、高橋ひろきさんで摩訶不思議アドベンチャーフューチャリング渡辺フラワー聞いていただきました、初めて出ましたよ今渡辺フラワーの名前が歌ちった出ました、全員出たもんね、全員出たし、ね、私出へんやんって言って SNS 担当の松岡さんも出ていきましたから、出てきたココルちゃん、ココルちゃん、ココルちゃん出ていった、あおるよ、よかったよかった、詰めてはいますけど SNS 担当してくれへんくなったかと思ったさあということで、はい、改めまして始まりました、ね、はい、水曜クリップということで、はい、ありがとうございます、ワクワクするようなね、うん、アドベンチャーなラジオにしていこうぜという気持ちを込めてですね、ああなるほど、やりました、はいはい、お相手は渡辺フラワーのボーカル熊谷達郎とベースのムサとギターのイクローでございます、はい、よろしくお願いいたします、はい、いします、はい、聞いた他のクリップ月曜日火曜日、火曜日のはちょっと聞かせてもらいます、みんなな自己紹介してな、そうですよ、じゃあほんで何がいいって呼び方決めとんねん、決めてましたね、呼び方がどう、初めましての近藤夏子だけ嫌がってたけど、呼び方とかそういうの嫌ですって言ってたけど、呼び方トーク嫌いねんってなんか分かると思ったけど、なんて呼びましょうかとかいうのあんま好きじゃないって言ってたけど、基本的には呼び方をみんなで決めるみたいな、あれ、はいはいはい、僕ら見てみないねんそんなんもう今呼び方どうとかええやん、やりましょうよ、やるか、なんて呼んでいいか分からんし、分かるやろ分かるやろ、分からんよ、何分からんねん、何やっとんねん、何年バンドやっとんの、マガイ達郎だからガイ、ガイかそっち取んのか何年やってんの、普段はどっち取られてるんですか、クマちゃんやろみんなクマちゃんや、クマちゃんなんですか、クマちゃんなん、東京はクマちゃん関西、ね、関西はクマちゃん、イントネーションと、ね、イントネーションの違いありますね、あるでしょ、違いがありますけれどもね、はいはいはい、僕ら渡辺フラワー、神戸を中心に活動して、はい、24年目、うん、そうですか、そんなんなりますか、2001年からだから、うん、24年目に突入してるという、うん、っていうね、神戸のワクワクロックンロールバンドですね、はい、神戸市と連携結んでやったりとか、はい、もうラジオ関西も16年7年ぐらいお世話になってますから、はいはい、まあ、根を張ってというか、もうどかない、うん、はいはい、どかない、ね、どかないバンドとしてやってます親玉、悪の親玉として悪なんだあいつらを倒せぐらいの立ち退かない、そう、若手に譲らない迷惑やで迷惑やね新しくフレッシュでやっていこう言ってんのに、そう、出る杭を諭す、やめときバンドやめとき、諭すんや、出る杭を優しくやめとき、もうやめとき、歌へんねや優しいの優しい先輩、もうバンドとかあんま儲からんしやめとき諭す側にいますけれども、ね、うん、はい、まあやってます、こういうバンドでやってますけれども、はい、まあなんかね、その3時間になってみんな自己紹介、そうですよ、クリップして、うん、みんなそんなしてですね、呼び方決めたりとか、はい、ういういしい感じになってますけども、はいはい、僕らもフレッシュですよ、フレッシュ、いや、その気持ちはもちろんフレッシュ、でも第1回放送ですからね、はい、だから自己紹介した方がええんちゃう、だから言うてるやんわがままなってきてると思います僕って思うよ思いますって言った 最初から思ってた別に20年前からわがまま期間でもあなたはいや違う、あのだから初めて聞いた人とかの人に対しての自己紹介はやっぱもちろんした方がええよっていう、もちろんした方がいいですよ、した方がいい、番組変わると結構でかいですからね、毎週聞いてた好きな番組が終わって知らんやつが喋り始めるって結構不快な可能性すらあるから、そうやで、ちゃんとね、下からいかんと謙虚に、そうやで、ちゃんとしや、お前や
達郎くん。ちょっとわがままなんでね、うちの達郎くん。ラジカンリスナーの皆さん、いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じです。我々僕ら生放送この時間に引っ越してきました、はい、やらせていただきますんで、うん、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はっきり言います、うん、支えてくれ。お願いします。言い方知らないんですけどね。そして素直なこうなんです、あの、なんかあれなんですよ、何を目指そうかと思った時に、うん、ワクワクとかアドベンチャーとか言うてましたけど、うん、はいはい、もう具体的にね、やっぱ一番笑い声が聞こえるお昼の番組、あ、明るく笑い声が聞こえる、大事です、ね、僕らも なんか違いました。明るくではないの。僕らもいや暗い笑いもあるよ。だってあ暗い笑いもある。あ、ね、ある。どう暗い笑いって何よ。何やで、悪の親玉やん。悪のほな、その笑い方の方が大手るやんか。悪の親玉って。それでもいいや。それでも、まあ、いろんな笑い声があると思うんですけど、僕らもそして聞いてる皆さんも含めて、はいはい、笑っていただければなと。いいことですね。そういう番組にしたいなと。笑っていこうよと。そう、こんな笑ってこうですよ。近藤夏子。近藤夏子です。近藤夏子。笑ってこう。月曜でも月曜で完結してるやん、その人は。ええやん、水曜まで火曜日またいでやらんでも。歌にしてんねんから。そうや。向こうも歌ってんねんから取ったらあかんよ。人のテーマ。笑ってこうね。でなんかみんなさ、組み合わせがさ、他のクリップはさ、みんな新しいやん。そうやね。みんな、はい、だからみんななんかこう、まあ、自己紹介もそうやけど、うん、呼び方もそうやけど、はい、なんかインスタとかフォローし合ったりしてんねんて。はぁ、はじめましてですからね。はじめまして、ね、いろんな業種も違いますもんね。調べたりすんねんて、経歴とか、うん、はいはいはい、竹本浩二さんがどんなことをやっててとか、うん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 、ルーク君がこうでとか、はい、やんねんて、みんな、うんうん、いろいろやってます、ね、俺らだけはないの、そんな。まあまあ、ここね、パーソナリティの中ではないですけど、まあ、スタッフさんとはまだね、これからですから。そうやろ。でもスタッフさんの SNS 知らんやろ。知らん。ある、あります、ある、迫田さん。ないない、ない、多分嘘やろ。ある。あるあるけど、今のはないって言った、はい、知られたくない。これは鍵垢だけある。あもうこんなん熟年の夫婦やで。そんなもん SNS 教えへんのは。なあ、そんなもん ないな。じゃあみんなでもそうやってなんかそんな交換してんねん、情報交換みたいな、はい、まあまあまあやっていくチームになるわけですからね、これから。そうはね、だから羨ましくて、うん、他のクリップが羨ましくてね、うんうんうん、なんかみんなそういう空気でやってて、僕らだけなんかそういうのないのよくないから、うんうん、でちゃんとやっぱ自己紹介も含めて100の質問みたいなした方がいいんちゃうかなと思って。100の質問。そう、あ、やったことないね。やったことないでしょ。でもそれやると時間足りなくなるからやめようか。なんやねん。ちょっと押してるしも。もうしてんの、はい、まあ、もうしてんの、気持ちね。ごめんごめんごめん、うん、ごめんごめん、そろそろ感はあるよ。え、全然いけてると思って喋ってました。うん、うん、いけてると思う。全然止めてもらうと止まらないんで。ごめんなさい、藤井さんお願いします。優しいですか、やっぱり。藤井さんも坂田君も松もめっちゃ笑ってるやん、はいはい、めっちゃ笑ってるし、はい、で安田さんも笑ってるから、はいはい、局員のね、はい、いけてると思った、うん、いけてると思ったら、うん、安田さん以外の局員はもういない、もういない。厳しがし、渡辺村に飽きんの早いって。マジで忙しいの、偉い人ばっかり来てはったから、おって流れてるから、向こうでも1時間はおって、1時間おったらみんなで笑ってこう。それは月曜にやってるって、ゆっくり聞け、もうみんなでアーカイブ流せ今から。いや、だから本当に何がやりたいかというと、ごめんなさい、戻ります、はい、ラジオとして僕らがやりたいことは、はい、そのまあ、みんなの笑い声かっていう話しましたけど、はいはい、とにかく超参加型にしたいと。お、はいはい、参加型、みんなのみんなで面白くしてください、うん、はいはい、もう僕らはね二十何年こすられてます、もう、はいはいはい、うん、ね、うん、こう見た感じですよ、うん、ラジカンの局員さんもみんな僕らにちょっともう、うん、もう飽きとる、まあまあまあ、だからこれを飽きさせないためにも、はいはい、みんなの力が必要ですよ、はい、これは新しいから、ね、そうですね、みんなの笑いが面白いエッセンスが入ることによって、はい、渡辺フラーまだこんだけ面白くなってんなってごまかせるんですよ、うん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 、本当は僕たちの面白いじゃなくても、騙し騙しやるんや。本当は自分たちで面白いじゃないのに、みんなのメールで笑ってることによって、あ、渡辺フラワーが水曜クリップが面白いことになってるなっていうごまかしが効く、はいはい、ごまかしが効くと、ごまかしが効く、効くと、素直な子なんです皆さんね、長寿になる、長寿になる。名言やな。
ごまかしが続くと長寿になる。それはジョニーデップが言ったんです。言ってた。ジョニーデップが言ってました。ジョニーデップが言ってました。よう分からんかったわあれ。え、ほんま？10の優しさ、君がわがまま、君が10のわがままを言ったら、うん、僕は11の優しさで包むようです。1個多い。1個多いってこと。1個多いぐらいで余裕で包むよっていうのがラジオ関西やなと思って、僕たちのわがままいつも聞いてくれてるのが、そうだね。それを、うん、説明したかったんですけど、モテそうな言葉ですね。そうなんですよ、ラジオ関西だからモテてますよ ね、まあ、そういう意味では優しい、だから弱き者に優しいし、うんうん、だそれを救ってもらってるんですよ、はい、だから、だから今救ってもらってギリギリのところにおる僕らはギリギリや、ギリギリ、ギリギリなんや、フリップ見てみ、ギリギリ、一番ギリギリや、僕ら思った、ギリギリや、思った、ラインナップ見てみ、ギリギリや、花ないから、花ない、名前だけ、フラワー言うてる、花の名前だけ、ギリギリで、ギリギリを救うのはあなたです、はい、あなたのメールなんです。そして超参加型、そうで超参加型で、これからのラジオは絶対 SNS と連動していかなあかん。おお、なるほど、 X や、 X です。これなんでか分かりますか、なんでや、広報力を持ってるのはみんななんですよ。ほう、ラジオも広報力ありますよ、うん、だからラジオを聞いてる人たちにこう向けてるわけですよ、うん、でこんなに面白いラジオがあるよっていうのをさらに外の世界に運ぶのは皆さんなんです、はい、それがハッシュタグひらがなでスイクリなんです、はいはいはい、これをやってくれということです、うん、頼むみんな、頼みますよ、頼む、ほんまに頼む、マジで頼む、ちゃんとせえ、皆さんの優しさがちゃんとせえと言いたいです、はい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 、お願いしますって。もうでもめちゃめちゃね、うう、今もう投稿をいただいて、はいはい、ありがとうございますまして、ペンキ屋さん、うん、あかん、仕事中なんやからあんまり笑かさんといて、ほら来た、もう笑い声聞こえてきた、 W3 つついてますから、 W3 つめちゃめちゃ笑ってる、ありがたい、こういう風に聞こえてくるのがいいですじゃないですやん、これいいですじゃないですやん、これ感極まってちょっと何言ってるか分からなかったドリブル長かったボコ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 ってなりましたけど、1個前にパス出さないドリブル長い、はい、いやでもありがたいことですね。